もともとあの、センターマテリアル研究所というところで、植物原料プラスチックの、まあ、あの材料開発をずっとやってきていました。で、まあ10年以上多分やってきたんですけれども、温室のその奥深さっていうのは、こちらに移動してきてから初めて知ったというか、難しい仕事なんだということに気づいた。正直歴代再生剤はいい音のものがなかったので、使いたくないっていうところと、ただまあいろんな材料をチャレンジするっていうその要素の内容を聞いた中で、まあ、どう音変わるのかなっていう興味はやはりあるので聞いてみたいなっていう。最初のは正直そのあまりいい音ではなく、再生剤特有のキャラクターが何か持ってるとか、もう癖っぽい音ばっかりだったので、最初のうちは申し訳ないですけど全部 NG という状態で、こっちの方がいいとか中ではこの方がいいっていう形のコメントの仕方で話していったっていう形です。やはり配合によってはやっぱ音質面で納得していただけないものもあったりして、音質担当の方たちのコメントっていうのは皆さん結構個人個人で表現が違ったりする部分もありまして、その音質のコメントをじゃあその物性改善にどう落とし込むかっていうところが最初は全然わからなくて、お客さんがもらった時にワオって思ってもらえるのがそうですし、こんなちっちゃいとこんな狭いスペースからこんなスケールの大きい音とか、こんなリアリティがあるとか、そういうところをうまくできたらなって思ってますね。まあ、私もだんだんその聞いていく中でちょっと違和感があるなとか、まあ、ちょっとおっしゃってる意味が分かるな、その音質担当の皆様の表現というか、やっぱりこう求めている高い目標を理解するのとか、まあ、そういうのが結構面白いというか、まあ、ちょっと回がすぐ出ないというか、まあ、そういうところに面白みがあるというふうに考えています。ソニーグループ内というか、まあ、そういう環境の集まりみたいなものがありまして、まあ、そこでテレビの設計の方にご紹介したところ、まあ、再生剤を検討してくださったということなんですけど、まあ、音質も同等以上で採用していただいたと。